札幌競馬場2レースは3歳未勝利牝馬限定ダートの 1700m 戦出走馬14頭です。夏空が広がって強い日差しコースを照らします札幌競馬場。4コーナーから1コーナー方向に吹く風が若干涼をもたらしてくれています。芝コースダートコースとも両馬場のコンディション、乾いたダートの上スタンドから見て右手ゲートイン。最後に14番パクパクですは収まってスタートしました。6番のウィンコマチがポンと好スタートを切りましたが、そのうち3番のスペシャリスト押して飛び出していきます。さらに外から13番チェイスアウェイ、これも上がっていって前は3頭広がりました。その後ろ7番ロイヤルナタール、14番パクパクですはこれを追っていきました。3馬身差8番のミューキアルテミシア、インコースからは2番のシルバービスケッツ、1コーナー回っていきます。結局先手は3番スペシャリスト取りました。1馬身のリード、2番手6番ウィンコマチで2コーナー回ります。1馬身差13番チェイスアウェイ、3番手につけて内7番ロイヤルナタール2頭並んでいます。1馬身半差14番パクパクですは前から5頭目、向こう上面に出て8番のミューキアルティミシア、その後ろ中段に12番のマドンナリリー、その後馬群の中1番ダノンソレイユ、最内は2番のシルバービスケッツ、外からじわっと進出10番のエマウリオマレプです。後方集団は11番のブラックフラミンゴ、おしまいから4頭目、そのうちに9番のジューンリリーが追走、あとは1馬身半差4番のフローラサンライズ、後方から2、3頭目徐々に上がっていって3コーナーカーブ、5番ナムラエバ最後方です。前は3コーナー回って600を切っていきました。内わずかに3番のスペシャリストが先頭ですが、並んで今度は13番チェイスサウェイかわして先頭に出ます。その後10番のエマウリオマレプ、外から3番手に上がって、そのうちから7番ロイヤルナタール、前は4頭、その後ろ3馬身がいて後方にいた4番フローラサンライズ、前から5頭目まで進出。第4コーナーから直線、完全に先頭は13番チェイスアウェイ、2馬身から3馬身リード、追って7番ロイヤルナタール200を切りました。10番エマウリオマレプ3番手、その後4番のフローラサンライズ今4番手、さあラストスパート13番チェイスアウェイ、2馬身から2馬身半のリードをキープ、チェイスアウェイゴールイン。2着7番ロイヤルナタール、3着争いが10番のエマウリオマレプと4番のフローラサンライズ、この2頭最後は並びました。勝ち時計は1分46秒913番のチェイスアウェイ、小林亮太騎手早めに人気3番スペシャリストを捉えに行ってそのまま抜けて押し切りました。2着が7番ロイヤルナタール、その差がなかなか詰まりませんでした。3着争い10番のエマウリオマレプと、3コーナーでは後方から 2,3 頭目にいた4番のフローラサンライズを追い上げたこの2頭、3着争いやや接戦、しかし10番エマウリオマレプ優勢に移ります。タイム1分46秒9、ゴールまでの 800m 51秒7、 600m は39秒0でした。13番チェイスアウェイ小林亮太騎手です。2着7番ロイヤルナタール、そして3着10番エマウリオマレプ、4着は4番フローラサンライズ、その後は離れました。タイム1分46秒9、ゴールまでの 800m51 秒7、 600m39 秒0の競馬でした。1着13番チェイスアウェイ、各馬が駆け抜けたダートコース、砂煙が舞い上がります。2着7番のロイヤルナタール、3着は10番エマウリオマレプ、4着4番フローラサンライズ、5着2番のシルバービスケッツです。13番7番10番の順確定までお待ちください。まあ、何が何でも勝ちたいという気持ちがね、現れた3歳未勝利戦らしいレースになりましたが、13番チェイス・ザ・ウェイが勝ちました。13番7番10番最終オッズです。7番人気、8番人気、4番人気の順です。単勝13番 15.7 倍、枠連58 68.6 倍、馬連7番13番 84.3 倍、馬単13番7番 201.9 倍、3連複7番10番13番 260.9 倍、3連単13番7番10番 1701.0 倍です。確定までお待ちください。